ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんばんは、ですミネオです。本日は、闘技場魔王の使い来ましたので、こちらやっていきたいと思います。はい、今回は、370万円への道ということで、弱点の方がですね、霊と光、マジかよっていうね。今回ね、まともな例がなくて、ちょっといろいろ試行錯誤しつつなんですが、構成的にはこの、4人で行ってみたいと思います。マトリフおじさんがいたらちょっと楽かもしれないかな、という感じでしょうか。はい。で、討伐の証は、もちろんナイトキング。はい。で、今回の作戦的に道中はね、ヒャダルコが優秀なんだよね。ヒャダルコがめちゃめちゃ刺さります。なので、これはレベル6がいいかな。はい。で、ちょっと範囲がね、あれなんですけども、氷海撃、これもかなり刺さるんですが、すいません、レベル4です。これレベル6にすると多分かなり、戦略的にいけそうな気はしました。はい。で、まずじゃあ魔法使いね、ミネオスさん見ていきますが、もう魔法攻撃力生かしてマジブーの貫突装備をしました。で、服に関しては酷評で、一応3回スキルヒット時の霊耐性ダウン 15%。そして、下の服は、逆ね、3回スキルヒット、霊属性ダメージアップ 20% 来てます。はい。で、最終的に、ボスね、魔王の使いの耐性下げたいんでフィンガーフレアを選択してますが、これはちょっと迷いどころですかね。はい。そして、水晶の方に関しましてももうバラバラですかね。はい。マリンさんの霊属性をつけつつ、今ね、かなり話題沸騰中、超優秀アバン水晶。こちらで魔法攻撃 20% アップ。そして、魔法攻撃 14% アップでアバン先生をつけてます。はい。そして相棒ですね。マームさん、霊属性ダメージアップの絆付き。はい。で、マームさんも武器がちょっとね、もう魔法攻撃だけを取って、こちらユグドラシルの貫突装備をつけてます。そして、ね、せっかくなんで水着。水着で、霊属性ダメージが 20% アップ。そして、先ほどあった酷評の下ね。はい。で、マームさん、これ、スプラッシュショットがまあ、割と刺さります。はい。まだちょっと刺さる。そして光弱点もあるのでライトバーストも一応つけてますが、これはかなり弱い。はい。で、シーサイドスパイクはレベル2となってます。そして水晶、こちらね、マトリフさんで、魔法攻撃と合わせて 28% アップ。そしてマリンさん、こちらで 26% アップ。マリンさん意外といいよね。今見直されてるけど、水晶もやっぱ星2星3結構使えるのが多いということで、見直してみるの一つもありかなと。サマースタイルちゃんはまだ育ってないので 18% 悲しみ。はい。そして、言わずと知れた、ワニおじさんね。今回もボス開幕で、攻撃届きますので、アバン先生の服を着て、物理魔法防御力ダウン 15% 狙っていきます。そして多少攻撃加えたいんで、ブレイク時のバンデットボトムで、道中はまあいらんことしてほしくないんで、兜砕きからの、快進撃レベル3を入れてます。はい。そして水晶、もう言わずと知れた、もうとりあえずね、打撃特化行きたいんで、レオナブロキーナおじさんという形になります。はい。そして最後ね、ここちょっと迷いどころ、いろいろ迷って結局アバンさんに戻ってきました。光弱点のね、グランドクースレベル3、こちらを多少刺さっていきたいっていうのがあるので入れてます。はい。で、水晶ですが、はい、光ダメージアップの
バニーレオナからのバニーレオナからのポップね、という形になります。はい、レベル70のクロコ、80のマームさん、レベル70、魔法使いレベル80となってます。もうほんと今回のキムはもうこれです。もうこれレベル6にしてなかったがばっかりに悲しい。はい、ということなんで、じゃあ実際の様子見ていただきましょう。どうぞ。目指すは370万いきます。よし、頼むぞ。一発目早めにヘラルコを撃つ。いけいけ。あー、これやばいな。なんで移動すんの。ちょっとロスってるね。頑張れ。ヒャダルコいい感じよ。いや、オッケーオッケーオッケー。巻き込んでる巻き込んでる。ナイス。あー、2秒遅いか。さあ、こっから快進撃一発目放っていく。快進撃放ってスプラッシュ行こう。これでぶっ飛んでくれ。 OK。 削りきれ削りきれ削りきれ。いやー、ギリギリか。これでギリ？おお、373万、ありがとうございます。はい、ということで、ね、一応なんとか370はいってるんですけど、まあ、この構成で380はいけそうなんで、ちょっと目指してみたいかなと思ってます。なので、道中はもうね、あのヒャダルコを使いつつといったところで、まあ、場合によってワンチャン、まあ、を使ってもいいのかなとも思いつつ、うん、あと主人公ね、まあ、ここに氷属性系あればもっと楽だったりするとは思うんですけども、あとワニキのとこもね、ワニキもまあワンチャンなんか違うキャラ入れてもいいかなとも思いつつ、はい、まあ魔法が今回道中結構刺さるので、まあ、道中はそこまで苦労しないかなと。ボスがやっぱり奥義なり特技によっちゃかなり削るの時間かかっちゃう可能性はあるかなという感じです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。それで皆さん失礼します。あ、そうだそうだ、なんかね、スイカもあと1日っぽいから、みんなね、気をつけてね、忘れずに交換してください。お疲れ様でした。バイバイ。